これ持っていただあげます。あ、わかりました、ね、住面と登っていただいたら、はい、あ、遊歩道がついてて一等杉と書いた道があります。なるほど。あのお墓の横です。はい、歩いて10分、天岩戸神社の奥に一等杉があります。わかりました、気をつけて。はい、ありがとうございます。皆さんこんにちは、やっさんでございます。2022年のゴールデンウィーク、今回は奈良旅行ということで、ただいま奈良県の方に来させていただいております。奈良観光ということでね、いろいろと考えたんですが、まずはですね、鬼滅の刃のモデルとなった一等石がねあるということで、今回はねそちらの方にね行ってみたいと思います。さっき問いました市営の駐車場から今歩いてるんですが、まあ、約ね10分ほどで到着すると、さっきね教えていただきました、はい、こうやってね地図もいただきました。しんど、あ、ありましたね、結構な坂道が続きますな、まあ、ダイエットにはいいな。すごいね、野鳥の鳴き声が。鳥が鳴いてる。めっちゃ大きい岩が出てきてる。でっか。すげえな。65メートル。わあ、すごいなここね、え、雰囲気が、うわあ、ピョン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 ってやるやつや。パパアサリ作り得意で、ただこのままクリアする。うわあ、ポタツやん、ほら。でっか。すっごいね、真っ二つ。よし、はい、はい、記念写真で2、1、折れた？分からない。